この感触は。ああ、もう大胆なんだから。レディの扱いはもっと丁寧にするものよ。すまない。まさかその、いや、なんと言えばいいのか。謝らなくてもいいのに。今度はもう少し優しくしてね。無事なようでよかった。シェルファニール、怪我はないか。少し足をくじいたみたいですけど。ええ、大丈夫。ラディウスこそ怪我はない？かすり傷で済んだようだ。しかし、こんな場所に地下水脈が広がっているとは思わなかった。皆は無事だろうか？心配いらないでしょ。きっと無事よ。私たちが無事なのが何よりの証拠ですもの。だいぶ体が冷えているようだな。濡れたままの衣服を身につけていては体温を奪われ、危険か。正直なところ、足の怪我よりも寒さの方が答えるわね。これ以上体力を消耗するのは危険か。ここで皆が来るのを待とう。シェルファニール、服を脱ぐんだ。あら、いつになく積極的ね。私の魅力に気づいちゃったのかしら。服を着ているよりも脱いで肌を合わせていた方が暖を取れる。そう言うと思ったわ。本当、欲がないというか。これで満足しておきましょう。せめて火を起こせればよかったんだな。もうこれですものね。満足の意味を取り違えるところなどあなたらしいですわ。ラディウスはともかく、なんでシェルファニールもいないの？まさか。静かにしろ。二人の立てる物音は聞こえん。お二人が一緒にいる可能性もありますね。あまり時間はかけられん。早く見つけなければ手遅れになる。そうですね。急いで探しましょう。あっ、どうした？いえ、何でもありません。バレリア様、その少しの間動かずにいてもらえませんか？どうしたというのだ？突然動くなと言われてもな。何があるんだ？それは、私、虫は平気なのですが。動くな。ただの毒虫だ。今取ってやる。毒虫って、あの足が何本もついているあれ？これは。あら、誰かの悲鳴のようね。この声、バレリアか。どうやら助けが来たみたいだな。あらあら、残念。せっかくいい雰囲気になってきたのに。どうしたんだ？あまり嬉しそうじゃないな。仕方ないわね。この続きは戻ってからにしましょう。